たり、たくさん車が走っていたりですね、やっぱり都会の街並みが広がっているんですね。これが屋根がなんかチャイナなんですよね。パンダでもいるのかなっていう感じで、ゾウさんの像があります。動物園ですね。門構えはね、ちょっとね、アジアなね雰囲気でございましたね。カモなんてね、動物園で見る動物ではないんです。この頭が緑でカモはさ、日本でもよく見るカモだなと思って、カモはドイツでも一緒だなと思ってよく見ていたんだ。ここが凍ってるんですよね。ですけどね、カモがいましたね。ああ凍ってないね。なんか ここは凍ってなかったんですけど、隅の方では凍ってるみたいな、そんな感じでしたね。柳のような木がありますね。カモは以上です。即席で作ったやつなんですけどね、また何分か通過してお送りいたしますね。今回はですね、1996年の2月から行った、3月いっぱい行ったユーラシア大陸往復の旅の模様なんですけども、今回はですね、前回の動画でベラルーシの最後の駅、ブレストっていうとこまで行ったところで終わっていると思うんですけどね、そこから今回ポーランドに入っていて、ベルリンまで、ドイツのベルリンまで至る区間を、4分割以上して作ろうかなと思っております。まとめてここで紹介しましょう。ベラルーシのブレストでね、車輪を取り替えたんですよ。ジャッキで車体を開けてね、電車。そしてですね、ポーランドに入っていくんですよ。ベラルーシからポーランドに入っていきます。一番最初のところがですね、ルプリン県というところでも1999年に変わったみたいなので、旅した当時はビャワポドラスカ県という県だったみたいですね。軍の名前がね、今でのビャワポドラスカ軍っていう軍みたいなんですけどね、詳しくわからないんですけどね。まあテレスポル、テレスポルという駅に着いたと思います。この辺のね、時刻はね、あんまりね正確じゃないかもわからない。一応夕方に着いております。そしてね、セドルチェ軍っていうところに入っていて、その中にね、行政区のね、市があるわけですね。そう、セドルチェ。このセドルチェの駅に、だいたい夜9時過ぎぐらいに着いていると思います。そして、ワルシャワ、ワルシャワ郡があって、ワルシャワ市があるって感じなんですね。ワルシャワ2つぐらい駅があってですね、だいたい夜8時から9時の間泊まっておりましたね。だいたいね、なんかね、地下ホームらしきところに泊まってたけど、天井があるのかなかったのかちょっと分かんなかったんですけどね。まあ大都市の駅だなっていう雰囲気はしましたね。まあこの後ずっと寝ちゃうんですよね、夜行列車でね。その間にクトロ郡のクトロとかね、行政区がね、ちょっとよくわからないんだけど、クトロだけがね、ウッチ県を通ってビエルポルスカ、ビエルポルスカという県の中のコニンシ、
津南市なんかをね通っていくんですけども、もう夜中ですね、23時1時とかね、そういう時に通っていくわけでございます。初めて通るところのね夜行列車、ちょっとドキドキしますよね。で、ルプ州県3つぐらい、もうこれがねポーランドの最後の県なんですね。ズボンシェネク駅っていうところがあって、そこを通ってジェピンっていうところを通って、あと国境のね1個手前の駅だったかもしれないですけどね、クノビッチ、ここでね起こされてパスポートチェックとかしたかもしれないね。そしてドイツに入っていきます。一番初めの駅はフランクフルトという駅なんですけども、そこはねブランデンブルク州に所属しております。フランクフルトオーダー、1999年1月1日より軍独立市って書いてありますけどね、行ったのは1996年なので、そこら辺がどうなっているかちょっとわからないんですけどもね。この駅でまたねパスポートチェックとか行われて、まあ5時ぐらいまでかかったと思う。国境の駅と普通の駅とあるわけですね。最終的に5時に出たみたいな感じだと思います。そこから1時間ぐらい走っていくとベルリン市に入っていくんですよね。ベルリンディッチェンダーク、ブーグ、ベーグ、リッチェンベーグっていう駅が最初の駅でしたね。ここでね、降りたわけでございます。結局モスクワからは2泊3日で着いたということですね。